こんにちは、山です。今回はおしゃれになりたいメンズがこだわるべき場所3選を紹介していきたいと思います。今回は3ポイント紹介していくんですけども、すべて物理的なところになります。精神的なところではないのでご安心してください。やった、はい。で、このチャンネルではですね、ファッションの初心者から中級者になるまでの橋渡しをできるようなコンテンツを配信しておりますので、ぜひよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。断る。では本編に行きたいと思います。では最初1ポイント目、ここは皆さんかなり同意してくれると思うんですけども、アクセサリーです。個性を出すところのポイントの大きい部分を占めてると思います。自分の個性を出すことがしやすいところだと思うので、アクセサリーはこだわっていきましょう。アクセサリーに関してはね、好き嫌いがあるからこれが正解とかないんですよね。ざっくり金と銀どっちが好きかぐらいは分けておいたりとか、あとまあビーズ系が好きとか素材とかも判断できれば一番ベストかなとは思います。で、後ほど最後にまとめて自分のこだわっているポイントもお伝えするので、次のポイントに行きたいと思います。はい、2つ目は洋服に関してなんですけども、素材感をこだわってください。アクセサリーはまあ素材感はねそこまで、気にしなくてもいいかなとは思うんですけども、洋服の素材感ってかなり大切です。まあどう見せたいかって本当に素材感大事ですよね。例えばお葬式とかにねツルツルのシャツとか着てってもね、こんな感じのね着てても仕方ないというか本当に場違いなので、まあそういうところも考えて、素材感というところを意識してみてください。まあどう見せたいかっていうところが一番大事ですかね。あと一つ例挙げとくと、結婚式の時に結構マットな感じで行っても全然いいんですけど、まあちょっとねツヤ感があったりとか高級感あったりする方がなんかお祝い感があっていいんじゃないかなと思います。まあここは感覚的なところなので、絶対ではないんですけども、まあそういう感じでね、素材でこう雰囲気だったりとか、あとそういう場所のどういう状況を醸し出したいかっていうところが素材感で多少できると思うので、自分は意識した方がいいかなと思います。では最後の3つ目のポイントに行きたいと思います。3つ目はですね、色です。色って本当に大事ですよね。広告とか見る機会は多いと思うんですよ。ファッションはねなかなかこう人のことをジロジロ見る機会もないと思うんですけども、広告だったりとかあとテレビ CM とか見ること多いと思うんですけど、結構ね色でこうごちゃごちゃしすぎると情報量が多すぎてごっちゃりなんですよ。それぞれのアイテムがすごいかっこよかったりしてもめちゃめちゃごっちゃり見えちゃうんですよね。さっき広告出したんで広告で例えてみるんですけど、広告でいくらこう字フォントをかなり気を使って、でそれぞれのこうパートでねかなりいいデザインを出しても、ここは線細いやつで、ここは線太いやつで、ここはなんかめっちゃ猫の絵みたいなとかだと全然雰囲気が変わってきちゃうじゃないですか。文字細字、文字太字、絵みたいなのと、まあ絵はいいけどなんかこうねバランス感がね悪く見えちゃうんですよね。そこがまたこう色が変わってると余計ごちゃごちゃ見えちゃうので、まあなんか色はねかなりこう大事かなと思います。まあファッションね買うときは別にねどの色でもいいけど、ファッションで組むときにごっちゃりしないように、していくべきかなと思います。で色に関してのね動画とかも出してるので、よければ見てみてください。概要欄に多分載せると思います。ちょっと見つけられなかったらすいませんまあぜひこういろいろねあるので遡って見てみてください。でね、この3つのポイントに関して自分がこだわってるところ、自分の例でこだわりを紹介していきたいと思います。まず1つ目のアクセサリーに関してなんですけども、金を選ぶことが多いです。金ばっかり集めてるので、まあ相性がいいものって、考えると大体金ばっかりになっちゃうんですよね。で金系で華奢で結構存在感があるものを選びます。こんな感じね、もうこれ見ていただいたら分かる通り存在感けど華奢じゃないですかっていうね、まあそれぞれの本当にこだわりがあると思うので、最初に紹介したビーズは本当にビーズの人ってこうビーズだけで固めてる人もいますし、シルバーが好きな、男性の人多いのでシルバーってこう固めてる人もかなり多いですし、あと、まあ、シルバーの中だとクロムハーツが好きな人が多かったりとかするので、まあ、クロムハーツで固めてる人もいれば、逆にこう金色の女性向けのブランドで固めてる人とかもいるので本当にそれぞれです。あとまあモチーフでね固めてたりとかね、あの海のモチーフのものとか欲しいとかいろいろこうみんなこだわりがあるので、ここに関しては本当に好きなものを集めてください。でそこで統一感が出ればね、ごちゃ付けしてもそんなにこう違和感がなくなってくるかなと思うので、まあ似たようなものを集めるように自分はしてます。2つ目の素材に関してなんですけども、自分は結構高級感がある素材が好きなので、こういうちょっとねツヤ感があるもの
だったりとか、あと結構こう柔らかい素材のものだったりとか、冬のものだとこういうね、こういうベルベットっていうやつなんですけども、ベルベットだったりとかベロアとかすごい好きなので、まあそういうね素材感、高級感がね、手触りもいいしねっていうものがすごい好きなので、自分は結構こだわって集めてます。ここでね、なんかまあ個性とか出るんですけど、ミリタリーだったりとか、あとレースが好きな人もいれば、逆にこう T シャツ地が好きな人もいるので、まあ本当にここはそれぞれなので、やっぱりここも触ってみたりとか、いろいろ着心地だったりとか、見せたいこう雰囲気とかに合わせて自分が好きなものを集めてみてください。じゃあ最後の色に関してなんですけども、色はもうこの後ろにねある通り分かりやすいと思うんですけど、基本的に赤がメインのものを集めてます。まあなんでかっていうとね、他のものが赤なので、赤系統で揃えてしまうとめっちゃ相性がいいんですよね。最初のアクセと、同様なんですけども、金か銀かってこうざっくり分けると、まあ金か銀かのどっちかでもう固まってくると思うんですよね。まあ大体みんながそうなんですけども、まあ最近だとミックスもあるので、まあミックスは置いといて、結構金か銀か好き嫌いがはっきり分かれるので、そんな感じで洋服も好きな色を徹底的に集めていくと相性がいいものになったりしやすいかなと思います。あとね、色のサイドっていうところも合わせていけたら、かなりこう上級者に近づけると思うんですけども、結構ね好きな色ってサイドみんな寄ってくると思うんですよ。例えばこれとか結構ワインレッドに近いんですけど、まあ、結構深みのあるちょっと黒系が混ざったワインに近いような、まあちょっと紫っぽいような、青っぽいような、まあ紫に近いっていう感じの赤が好きな人って、大体緑系統とかでも鮮やかな緑っていうより、かなりまあ深めの緑が好きだったりとか、結構自分が好きな大体のこうサイドってあると思うんですね。パステルカラーっていうのも結構流行ってたりしてるので、まあ知ってる方は多いかもしれないんですけど、パステルは結構白系が混ざった色なんですけど、まあ結構ねこう好き嫌いがあるんですよね。まあ白が混ざってるか黒が混ざってるかってところなんですけども、まあそこもはっきりねこう分かれてくるので、そういうところでも好きなものを買っていくと統一感がおのずと出てくると思うので、そこは気にしてみてくださいという感じで、軽くまとめさせていただくと、おしゃれになりたいならこだわるべき3ポイントがあって、1つ目がアクセサリー小物類、2つ目が素材で、3つ目が色でした。はい、それぞれに関してねすごいざっくりになってしまったので、まだ出してはいないんですけども、まあアクセの、選び方のコツだったり、いろんなこう服の素材の特徴だったりとか、まああと色の、取り入れ方だったりとか、色の特徴っていうところを動画で出していこうと思ってますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上ですかね。何か、まあ、ご質問とかあったらコメントお願いいたします。でこの動画が良かったよって方は、チャンネル登録間違えたグッドとチャンネル登録グッドとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。